うらら、ドクターモグ、単発パーティーがもうすぐ始まるよ。え、どんな単発パーティーになるか楽しみね。二人ともしっかり飯馬動画の準備へ、えらいくぽ。モグならもう今二人に喜んでもらえるものを準備するから。本当ですか？そうね、私も楽しもう。パーティーが始まるよ。ドクターモグ、今回は頑張ったくぽ。さあ、動画はここから。アロハ、こんにちは。 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、本日2022年9月25日日曜日、8周年おめでとうございます。ファイナルファンタジーレコードキーパー、本当長く続いてくれて本当嬉しいですね。今後も9年、10年、11年、20年、30年と続くように、僕もね、微力ながら FFRK の力になれたらいいなと思いつつ、キャラアイズへの配信者ではあるんですが、8周年フェス第3弾、こちら目玉になってるガチャ、気持ちよく回していきたいかなと思います。本当にね、ファイナルファンタジーレコードキーパー8周年おめでとうございます。それでは行ってみましょう。目玉といえばやっぱクラウドさんではあるんですが、さあ来ました、8周年フェス。まずは1日1回無料の無料ガチャ行きましょうか。さあ、8周年ガチャ来ましたよ。今ね、現在無料で1日1回無料のガチャも、8周年プレゼント装備召喚ガチャ、シンクロもね、ピックアップされたものをゲットできる大変熱いガチャもあるので、皆さんも回してると思いますが、それではですね、ノマガチャも回したことだし、大本命こちらファイナルファンタジーレコードキーパー8周年アニバーサリーフェスガチャ第3弾回していきたいと思います。まずは97でいきましょう。目玉はやっぱりクラウド先生、究極神技、こちらをねゲットガツンとしたいんですが、どうなるんでしょうか。まずは97行ってみましょう。ドクターモグ、ここはシルバーで弓矢を出していく。さあ、個人的には実はですね、シャントットさんがね狙っているという感じなんですが、皆さんはどこでしょう。やっぱりクラウドさんでしょうか。ちょっと一応ラインナップ見ていきましょう。クラウド究極神技、2番目がシャントット、3番目にザックスで、クジャさんの究極神技で、クラウドの D 角、ザックス D 角で、リミットブレイク、リミットチェイン、風ですね。でシャントットの雷のリミットブレイク、リミットチェイン、ザックスのリミットブレイク、リミットチェイン、シャントットの戦技、これはいいですね。でクジャの戦技、レジェマテ、クラウドさん、これは欲しいですね。回していきましょう。それではまずは先ほどね、今日30個もらえるので、先ほどゲットしたミスリルをまず使って回していきたいと思います。2個きた、きた。第2弾は単発地獄でかなり苦戦したんですが、どうでしょうか。今回第3弾、一番熱いガチャはやっぱり3弾なんじゃないでしょうか。フェスの3弾はいつも激熱。とりあえず今まずは確定分の星7来てますね。ここでまずモグちゃん登場して2枚抜きできたらもう今回は大勝利なんですが、そう簡単にはいかない。シャントットっぽいねこれは。さあ、そう簡単にモグちゃんで出勤してこない。もう今ね15時で、今みんなガチャ回してると思うので、あれですよね、モグちゃん大忙し。お、これはもしザックス、ザックスのリートブレイクリミットチェーンか。さあ、じゃあジェムで、おっと、拡張しようか、拡張しよう。倉庫を整理してなかった、そりゃそうですよね。第2弾ぶっ放したまんま倉庫いじってませんでした。さあ、ここでジェムを使って狙うはクラウド先生の究極神技いきましょう。まずはシャントットさんのリミットブレイクチェーンゲットできました。リミットブレイクチェーンは現状入手するところが結構困難になるので1個、ここはスキップするとモグちゃんが出るというのはなかった。これはなんだ、これはなんだ、クラウドの D 角きた。これ確かめちゃめちゃいいやつじゃなかったでしたっけ。シフトチェンジすると1回あれですよね、必殺技使用できるやつですよね。これは結構激アツということは、あとはクラウド先生の究極神技を通ればもうかなり熱いんじゃないかなと思います。風だったら
ザックスさんがねリビットブレイクチェーンゲットしてたので2個来た。ここでモグちゃん待てよ、さっきスキップしたらいいの出たから、よっしゃ、あっとかぶり、あっとこれはザックスっぽいぞ、ザックスっぽいぞ、ザックスっぽいぞ、これはお、クラウドか、全然ノーマークだった。ってことはクラウドはあと究極神器とマテリアだけか。さあここでもう一回ミスリルをぶっ放していくぜ。さあモグちゃん出勤は来るのか、さあお願いしますモグちゃん、数はいい感じに出てる、1個スキップモードでいこうか、モグちゃん出勤は来ない、シャン、あ、クジャっぽいねこれ、シャントットにしたら服大きすぎるか、あ、シャントットだ、よかった、まあ、シャントット揃ってきたけど問題はあれですね、問題はあれです、究極神器が1個も出ない、究極神器はまさかよこしてくれないのか。さあドクターモグ来い、数は1個、単発地獄はやっぱり続く、単発だけは続くぞ、さあ来たー、ここはシャントット来い、おクラウドっぽくね、クラウドっぽくないこれ、ザックスだったー、ザックスだった、ちょっと待ってクラウドの剣見ていいっすか、これかアルテマヤポン買え、もう残りが少なくなってきた、さあ手持ちも、おっと手持ちも少ない、そして倉庫はパ、倉庫というか手持ちはパツンパツン、とりあえずちょっと補充していこうか、OK、さあもうあと2回しか回せないぞ、さあ究極神器、シャントットもクラウドも出ない、まさかのね名前出すやつはやっぱり外してくる、これが俺たちのレコードキーパー、ジェムでなんとか流れを変えるぞ、今回はジェムで流れを変えるぞ、さあどうなんでしょうか、ドクターモグ出勤してくれるか、さあここでクラウド大先生を、おー1個単発地獄は変わらない、スキップでいっちゃおう、ドカンと一発モグちゃん、まあ、かぶりだよね、 D 角かぶり、やばい結構渋いぞ、渋いぞこれは、渋いことになってる、さあ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 ラストは、ラストの泣きの1回、ミスリル全ぶっぱ、残りのジェムも全ぶっぱ、77連目、さあ最後に、おおおお最後に来た、もう3枚抜きするとしたら究極神器3枚、ザックス、ザックス出たね、出るとしたらもうシャントット、シャントットクラウド大先生でしょう、もうここ出てくださいお願いします、シャントットさん、いや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 、最後に3つ来た、優秀の美を飾ることができるんでしょうか、さあまずはここの、さあまずはここの判定、モグちゃん判定、3枚抜き頼みます、出ないのかい、これクジャさんじゃない、かぶり、まあ、かぶりだよね全部ね、全部かぶりだった、ここはかぶってきた、かぶせてきた、もうできないのか、いけるか、ジェム飛びする16と足りないね、200ギル足りないぞ、200ジェム足りないぞ、ここはは、いちょっと戻ってきました、さあ泣きの、泣きのさ、泣きの行きましょうか、さあクラウドはねやっぱりゲットしたい、さあドクターモグどうでしょうか、うわ1個スキップしていこう、ドクターモグは来ない、マジで来ない、マジで来ないぞ、これどうなっている、ザックスがストッパーに入ってきてる、全然潜らないぞ、これはどういう、どうなってるんだ僕のガチャは、どうなってるんだ、おっとここもやばいぞ、落ち着け落ち着け、3周年だ、3周年じゃない、第3弾8周年だ。
落ち着くんだ。さあここで倉庫もでかくして、倉庫もでかくしていくぞ。第3弾クラウド大先生とシャントットが出ない。さあもう一発、もう一発いくぞ、もう一発。さあ本気を出すんだドクターモグ。さあ来い、よし2個来た、2個来たからスキップスキップ。クラウド来た、ここはさせん。クラウドシャントット2個、1個か、ここでシャントット寄せてきてるか、シャントット寄せてきてるか、どっちだどっちだどっちだ、クジャだった。クソクソ、クジャさんがストッパーに来てる、ここに来て、マジか。クラウドとシャントットを外してくる、言ったやつが出ない、言ったやつが出ない、それが俺たちのレコードキーパーだ。さあ来い、8周年おめでとうございます。ドクター潜って出ない、これはなんだ、未生児だね。レジ待てか、よし待てよ、上の2トップ2枚出ないぞ。最後泣きの1回か、最後泣きの1回来たよ、泣きの1回。さあどうなるドクターモグ、2枚抜きはもう諦めるか、2枚抜きはもうなくなった、せめてクラウドかシャントと1枚、これは誰だ、出なかった究極。ザックス D、 クラウド先生とシャントットが出なかった。見ていきましょうか、さすがにちょっともうなくなっちゃいましたね手持ちが。クラウドシャントット、いや待って、上の2個だけ出てないじゃん、嘘でしょ、一番欲しいの2トップが出てないんですけど、こんなことありますか。それが俺たちのレコードキーパー。さーてまだ戻ってきました、僕にシャントットとクラウド大先生の究極をくださいという感じで、景気よく8周年のお祝いしていきたいかなと思います。さあドクターモグ頼むぜ、数が出ないんだよ、マジで数が出ない、これ僕だけでしょうか、僕だけなんでしょうかこの単発地獄は。来た、ここでまずはシャントットのスティックを、いやこれザックスでしょ、さっき見たもん、ザックスなら勝てるっつって、まあ、ファイナルファンタジー7のねリメイクの次回作ちょっと予約しましたから、ザックスのあのスペシャルパッケージ版クライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン、ちゃんとね予約してますから、僕頼みますよ、ザックスもう大丈夫ですよ、お腹いっぱいですよ。持ってないのはクラウド先生の究極審議とアルトマンエポンカイト、これだけですよ、スティックだけですよ。さあ行きましょう、さあさあ追いガチャの中の追いガチャ、なかなか僕の動画でもこのパターンは補充するのはないんですが、1個1個ずつ射抜いていこう。ドクターモグさあ溜まってきたか、うん D 角、ザックス地獄、ザックスがストッパー、どうなってるんだ僕のガチャは、どうなってるんだ僕のテーブルは、これはどうなってる、これはどうなってる、これはどうなってるんだ僕のガチャテーブルは。クラウドとシャントット言ったやつをしっかり外してきてる、お願いします、おーし来た、これで2枚抜きで、2枚抜きでいく、落ち着こう、落ち着くんだ、落ち着くんだ。さあさせんもぐちゃん出勤、3発出勤でお願いします。今までの今のね、今までのガチャで休んでた分は、でーマジ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 でー、超外してくるぞ、待ってもう泣きの最後の1回じゃん、
新規一回もなしじゃん、補充して。嘘でしょ、嘘でしょ、そんなことありますか、ドクターモグ先輩。そんなことあるんですか、そんなことあるんですか。補充して新規ないなんてことあるんですか。数が出てるぞ。さあさすがにここはモグちゃん来るよね、さすがに。で、来ないんかい。嘘でしょ、嘘でしょ、そんなことあるんすか、そんなことあるんすか。天井行くか、これは天井行くのノリじゃないですか。戻ってきました。いや、これはちょっと、これはちょっと、これはちょっと今までの中でも一番の爆死に近い、爆死中の爆死じゃないですか、これは。さあ頼むよ、頼みますよ、新規ですよ、欲しいのは。マジでクラウド先生とシャントットを外してくる上、というかモグちゃんの出勤がまだ3個しか出てないぞ。さあ来い。しかもザックス2個、クジャ1個という結果になってるんですが、さあ、うわ、マジでマジで出ない、マジで出ない、マジでザックスじゃん。クライシスコア買いますから、クライシスコアはもう予約してるんですよ。やっぱ PSP でプレイしてなかったのがここで反動が出てるのか。さあ頼むよ、さあ頼むよ、これ2枚抜き、ちょっと2枚抜きどころか1個も潜ってくれないんですけど。さあ来い、もぐちゃん。そんなに、そんなに出ないもんなの、もぐちゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、天井まであと3回じゃん、天井じゃん。しかもコンプできないんじゃない、このままでいくと。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとおかしいぞ、僕の予想をはるかに、想像をはるかに超えてるんですけど、出なさが。さあどうなってるんだ、僕のガチャは。クラウドは渡さないというのか。ことごとくクラウドは毎回結構ピックアップはゲットしてきた。フェス第3弾、今までのフェス3弾で一番苦戦してるぞ僕は。しかも2弾はぶっ込んだのに、クソ頼むぜ、ここで、ここで来た、2個、2個来い、1個、ね、クラウド寄せてきた。あー、クラウド来た、やっとクラウド来た、ふい。待って、ここまで来たらもう天井シャントットでしょ、あと2回でしょ、2回でしょ、シャントット行くでしょ、ここ、ここは、ここは本気のガチャだ、男気ガチャをまさか第3弾で出すとは。ドスコイ。もう天井が見えてると思うとちょっと気持ち的に失速してきたんですけども、そんなこと言ったら出ないよね、そりゃもちろん。天井までやらせるよね、そりゃ。いやー、しかも足りなくない、ジェム。天井だ、天井が目の前に迫っている。そうなるよね。さあ戻ってきました。それではもうミスリル綺麗にゼロにしとこう。さあここで気持ちよく最後の天井をいただこうかなと思います。さあドクターモグ、もう何でも来いだ、2個来た。最後はゆっくり行こうか、最後は優しく丁寧に行こうか。ありがとうございますドクターモグ、デシ君ありがとうございます、うららちゃん、今回はあれでした、厳しい戦いになりました。いや、飯うま動画になったら嬉しいです。皆さんはね、素晴らしい引きをできることを祈っております。僕はなかなか、僕は天井まで行くことはいつもなかったんですが、今回8周年当日9月25日
天井まで第3弾行くことになりました。さあ最後の判定、しかも最後の最後でももぐちゃんは来なかった。クジャがどんどん、もうどんどんこれ連動が、連動がもうねマックス一歩手前来ました。これで天井まで行きました。はい、来ました天井、行きました、やっちゃいました天井まで。それではフェス第3弾、シャントット姉さんを、ここでシャントットは取っとかないときっとイレブンのクリダンは苦戦すると思うので、シャントット、おっとここでも拡張しないといけない、ここでも拡張していく、取りました。さあここでシャントットを取る、いやーなかなかの、なかなかの死闘でしたが、ガチャをコンプしましたね、天井まで行きました。皆さんはどうでしたか、第3弾の引きは、引いた方は多いんじゃないでしょうか。まだフェスはね5弾まであるので、どこで回すのかは皆さんまだねミスリルと相談っていう方も多いと思うんですが、僕は結構な爆死となって飯うま動画になったらいいなと思いました。結構もぐちゃんね単発地獄でもなかなか出勤してくれずに、第2弾も結構苦戦したんですが、それを上回る大苦戦でしたね。はい、でクラウド先生、一応新しいやつは今のラインナップはゲットすることができたので、究極審議 D 角、 D 角に関してはもう連動がマックスに近づきましたよね。これじゃないのか、9、これはもう9まで来ましたね。必殺技ダメージアップ、連動はマックスにできちゃうと。ザックスさんもね一応揃いましたね、かなりザックスさんコンプできちゃいますね、レンズ品で交換して。で究極審議、連動上がってますね。でリミットブレイクチェーン、これもね連動かなり上がってますね。これマックスにするとどうなるんだろう。いやー死闘でした。自身の一ターン短縮か、で連動マックスにすると必殺技のダメージアップか、まあ熱いですね。で D 角、まあ新しいの、こちらもかなり連動が上がりました。いや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 、あーでもこれいいですね、2段階レベルアップ、これ結構熱いですね。いやーなかなかの死闘だったんですが、無事ゲットすることができました。クラウド先生のねマテリアも新しいのゲットできたので、これはいいんじゃないでしょうか。うん、短縮といいですね。風アビリティ3回使用するたびにもう1回放つ、これいいですね。さあ皆さんはガチャどうでしたんでしょうか。僕はね実はシャントットが一番狙いだったんですが、ツイッターにも書いたんですが、シャントットゲットするには、まあ、あとあれですね、星7チェインか、シャントットちゃん、まあ、無事ねリミットブレイクチェインもゲットできたのは嬉しいですね。でチェイン結構あれですね、かぶってくれて、まあ実際使えるやつなのであれですが、天井でゲットしました。究極ビゾフニル、これなかなかブチ切れかい、ゲットしました。これ使うの楽しみですね、存分に活躍してほしいところではあるんですが、はい、皆さんもファイナルマッチレコードキーパー楽しんでいきましょう。それ良かったな、楽しかったなって思って笑えたなって方がいたらコメントいただけたら嬉しいです。天井バカ野郎っつって飯うま動画になったらいいねいただけたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録していただけたらすごい嬉しいです。皆さんご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。